ゆっくり過労死してるだって？はい、どうも皆さんこんにちは。脳科学教育コンサルタントのクロスです。今回お話をする内容は want to の追求ではなく have to を続けているとなぜパフォーマンスが下がるのかということについてのお話と、そしてじゃあパフォーマンスが下がった場合どうすれば改善できんの、回復できんのということについてお話をしたいと思います。まず、初めのそのHave to を続けているとパフォーマンスが下がるということに関してなんですが、人っていうのは疲労を感じるときには基本的にはストップするようにできています。これ以上はするなと。ストレス物質だったり疲労物質だったり疲労感が溜まってくる、そういうときは基本的にはこれはもう休めっていうシグナルですよね。他の動物、人間以外の前頭前野の発達していない、十分に発達していない他の動物だったらそういうシグナルが出た時点ですぐに休むんですね。例えばライオンがお腹空いていたで頑張って追いかけていると、何かこう獲物が目の前にあるんですね。でこうわーっと走り回ってるんですね。であとちょっとで届くかなっていう時にシグナルが出たとします。もうやめろ、これ以上は追いかけるな、もう死んでしまうぞっていう、そういうまあサインですよね。するとそのサインが出た瞬間にパタッと休むんですよ。あ、もうこれ以上追いかけないでおこう、やめておこう、あと1メートル先にいたのにもうここでストップしようと判断するんですね。これは本能的な判断で、まあこれがなかったらいずれは死んじゃうと、延々とそのやり続けちゃうと何かを行動を続けてしまって結果的に蓄積した疲労やストレス物質、によって体が蝕まれてで死に至るということですよね。これ実は人間だけ唯一例外的にこれをマスキングできるんですね。前頭前野が発達しているおかげで未来へのこのまあワクワク感、こうなるんだろうな、ああしたいな、こうなったらいいなという期待感でドーパミンだったりベータエンドルフィンといった痛みを抑える、まあ痛みをに対する感じ方を鈍くさせるようなホルモンが出たりするんですよ。でそれによって疲労感というのはマスキングされるんですね。つまりカバーされる。実際はもう動くなっていうシグナルが出ているにもかかわらず want to の追求をしている最中のこの達成感とか、まあ、ワクワク感っていうのをがこうカバーしてくれるんですね、疲労感を。で頑張り続けることができる。わかりやすい例がランナーズハイですよね。あのずっと走っていると数キロぐらい走った時点でだんだん気持ちよくなってくる。でずっと走っていられる、あれも疲労感をベータエンドルフィンなどそういった快楽物質がマスキングしているわけですよね。でも実際回復はしていません。あれはゆっくり過労死に向かっていっているだけです。ただそれを感じにくくさせているだけなんですね。でじゃあそのマスキングが外れた状態はどうなんのっていう話ですよね。もしマスキングがうまくいかなかった場合どういう時なのかっていうと、それは実は have to を続けている時です。したくないこと、達成感のないこと、ワクワクしないことを続けたってマスキングするための脳の機能というのは働かないんで当然ですが、もろに疲労感というのが感じやすくなるんですよね。疲労感がちょっとでも出てきたら、ああ疲れたな、もうやだな、だるいなというような気持ちがもう素直に出ると。で逆に want to の時はそれがちゃんと覆い隠されていて無敵状態になっている、まあ元気の前借りといいますかというような状態になっているので分からないだけなんですけど、疲労そのものだけで見るとどっちも同じだけ疲労はしてるんですよ。ただ感じにくいかちゃんと感じやすいというか普通の状態なのかどうかっていうことですよね。じゃあどうすればその疲労感って回復できんのっていう話じゃないですか。運動で例えばすっきりして気分を変えるっていうのは重要なのかなというふうに思うかもしれませんが、実は逆なんですね。疲労感が溜まっている時に無理に何か運動、激しい運動なんかをしたら疲労感はむしろ高まってしまうと。なので運動するんじゃなくてまず一つ休む、寝るっていうことですよね。じゃあ休むとか寝るっていうことができない、なんか手頃な方法、サプリとかなんかないのっていうことで、一つおすすめなのが疲労感を回復する物質っていうのは見つかっているんですよ。それが何かっていうとイミダゾールペプチドというアミノ酸なんですが、
イミダゾールペプチドっていうのを取るとそれは分解されるんですね、体の中で一旦。何に分解されるかっていうと、ヒスチジンとベータアラニンというものに分解されます。このヒスチジンとベータアラニンが脳の中に入って再合成されて、また、その先ほど取ったイミダゾールペプチドに戻ります。そのイミダゾールペプチドに戻った状態だったをしっかりと抗酸化作用が発揮して疲労感を軽減してくれるんですね。じゃあどうやったらそのイミダゾールペプチドだったり、あるいはヒスチジンとベータアラニンが取れるのっていう話なんですけど、イミダゾールペプチドが欲しい場合は、じゃあ鶏胸肉を食べるか、まあ、サプリなんかで、取れるんじゃないかなと思います。じゃあ逆にヒスチジンとベータアラニンにどうせ分解されるんだったら、最初からヒスチジンとベータアラニン取りゃいいじゃんって話になりますよね。ここでおすすめになってくるのが、実は私が再三過去の動画でサプリでもこれおすすめだよとよく紹介しているこれなんですよ。実はこれにさまざまなアミノ酸が入っているだけでなく、ヒスチジンとベータアラニンも入っているんですね。これに一応これのそのリンク貼っときます。私もやっぱり疲れてる時にこれ飲むとやっぱり疲労感が軽減したり、割と元気が出たりやる気が出たりするんですよ。でこれってドーパミンとかノルアドレナリンとか、あるいはセロトニンの元となる物質も入っていますし、でなおかつその先ほどの疲労を軽減する物質ヒスチジンとベータアラニンだって入ってるわけですよ。つまりまあ人の体に必要なものがもう大体取れちゃうんですよね。これでこれは毎日コップ1杯分水に溶かして飲むってだけでも結構変わってきますよ、その感じ方とか日々の元気の入っていうのが。なのでこれは結構おすすめです。一応リンク貼っとくんで、よかったら購入していただけたらというふうに思います。もし購入していただけたら、それがそのチャンネルの運営資金として私が活用できるので、応援という意味でもぜひとも下の Amazon リンクからご購入いただけたらというふうに思います。それでは